ちは。皆さん見えてますでしょうか。久々のライブなんですけども、今日プレミアムロットをまだ発売前の状態で使っております。こちらですね、はい、これプレミアムロットは、ペーパーとゴム使わないので非常に楽なのと、あと毛先から巻いても大丈夫な仕組みになってます。これが多分、もう少ししたら全国に展開できるかと思いますので、全国展開をできる日を待ってみてください。来月とかに、いろいろ動きがありそうなので、はい、いち早くちょっと登場してみてるんですけども、興味ある方は早山勝の方に、もしくはコメント欄にコメント入れていただければと思います。こちらこれ一人サロンとか、大型サロンで洗うのめっちゃ楽なんですよね。まあ、1個ちょっと外してみます。はい、テストなんですけれども、ちょっとこの辺を見たいと思います。ちょっとかかりづらいみたいですね。本来かなり血が出るはずの薬剤設定なんですが、ちょっと今日は難しそうな。え、いい？マジ？そのパターンも一緒にシャンプー台行きます。いや、でもうちのシャンプー台使うのすべて見えない。これはシャンプー台、これ待って、はい、リアルなここまでのはないです。狭くてごめんなさい、ちょっとこう、はい、ではうちの汚かったらちょっとやめるわ。ちょっとそうでもないから大丈夫。このアングルならいい。顔映るから。顔映ってもいい。顔は大丈夫。顔大丈夫。あ、ひどい顔が映らなかった。ひどくないです。全然大丈夫。ほら、全然。Facebook 映えしますか。はい、では撮ってください。ぎゅ。よいしょ。こんな感じで。ずれてる。瞬間水栓をこんな感じで。これ見えてるんですかね、みんな。見えてないの？瞬間水栓で流して、で当店では瞬間水栓剤っていうのがあって、これはちょっと瞬間水栓用の。薬剤になります。中間水栓促進させるための薬剤です。今つけてます。はい、また中間水栓をここでしていって、こんな感じで中間水栓して、お風呂につけてるような感じに中間水栓見てます。石川さん、ありがとうございます。見てますか、石川さん見てくれてるんですね。あ、じゃあ特別に。で、ここで中間処理をするんですけども、はい、これこちら孫さんっていうケミカルの詳しい博士みたいな方がいるんで、その孫さんの商材なんですけど、これ
中間水線で使います。これをまずつけて、これはね、分子量が小さい、ちょっとケミカルな話になっちゃうけど、分子量小さめのこの前のやつ使ってます。あ、ありがとうございます。この前の、ヘナジェルですね、うちのヘナジェルとヘナウォーター、ありがとうございます。これ、孫さんっていう方から取ってるんですけど、結構分子量が小さいってことは奥に入っていきます。ちなみに、カチオンかアニオンって言ったらアニオン系ですね、こちらをつけてます。で、こちらはちょっと分子量が大きいものです。これはケアチンですね。あ、パーマなんで、ケアチンをたっぷり使います。その上にこれ全てその孫さんって方とかどこから取ってる商材なんですけど、で、あ、大丈夫、見えた、はい、あ、ごめん、これで大丈夫です。で、このようにつける、あ、そうです、ありがとうございます。そう、石川さん、ここでヘナジェル、ヘナウォーターでも全然いいんですけど、ちょっとパーマだったんで、強制だったらヘナウォーター、ヘナジェルとかでも全然いけるんですよね。ちょっとパーマなんで、レジかけるときヘナウォーターとかつけるんですけど、まあ、宣伝になっちゃうんでちょっとやめますね。ちょっと孫さんの商材を今つけてます。もしくはこれヘナウォーターでも大丈夫です。で、またちょっと浸透剤をつけます。いいですか。はい、シャンプー台で、シャンプー台で、はい、シャンプー台です。お互いカチオンとアニオンでこうお互い通り合ってしまうこともあると思うので、まあ、カチッとこうある程度作ったものをポンって乗っけるような感じで、こう浸透剤をちょっとつけたりとかしてですね、やってます。ちょっと詳しい説明は、ちょっと今時間がないのですいませんが、こんな感じでして、ではちょっと難しいかも、少し上げた瞬間は、あ、ちなみにじゃ あのモデルさん顔上がるとき恥ずかしいと思うので、この毛束を見ててください。はい、皆さんこれ知ってますでしょうか。知らないですか。外国の外国製です。で、ここからは、もう特に何もしないで、自然の状態の自然クリップと、自然ガラス化ですね、ここから。ただ表面とかはちょっと癖があるので、そこはちょっとアイロン処理していかないと。で、その間は自然クリップと自然ガラス化をやります。なんでちょっと水分取っておかないとガラス化まで時間かかっちゃうので、若干水分を取ります。じゃあ皆さんさよなら無理やりさよなら。ここからは YouTube 動画で見てくださいね。